俺はこう見えて人を見る目はあるつもりだ。生前ネットで何度も騙されてきたからな。あからさまに人を騙そうってやつとそうでないやつの見分けはつく。騙すやつの特徴はまず人当たりの良さだ。朗らかな感じで近づいてきて優しげに俺のためになりそうなことを言ってくれるが、実際に何かをやってくれることはない。対して無口なが黙々と周囲のためになることをやってくれるやつは信用できる。顔は怖くてもな。みんなも騙されるなよ。